ダイソーの端切れ1枚で作る大きなエコバッグの作り方です。内側には収納できるポケットがついています。畳むときは底持ちは横に引いて、この紐の内側で折ります。この大きさになります。軽くて使いやすいのでおすすめです。材料はこちらです。ダイソーの端切れ 90×90cm のもの1枚です。布をこちらのサイズにカットします。本体は横 65cm、 縦はそのまま使います。 90×95cm です。こちらはポケットで 21×32cm、 紐は 10cm×70cm が2本です。まず紐から作ります。端にクリップを留めて、両端に端ミシンをかけます。両方とも縫ったら引っ張るようにしてアイロンをかけておきます。本体の上端を3センチ内側に折ってアイロンを当てます。多分裏表がないのでどちらでも大丈夫です。横に長いのでこれだけ測ったら、少し離したところをまた3センチ折って、この間はまっすぐにしてアイロンでつなげばいいです。折り目を内側に折ってアイロンをかけます。反対側も同じように折ります。後で紐やポケットをつけるので、半分のところに印をつけておきます。半分に折って、真ん中の内側にペンで印をつけておきます。今折った方を内側にして、両端を合わせます。クリップで留めて 5mm の縫い代で縫います。袋縫いにするので、表側が外側になるようにします。縫うときは、このアイロンで折ったところは開いておきます。反対側も縫います。裏側に返します。縫い代のところをアイロンで軽く開いておきます。そこを6センチ折り上げます。クリップで留めて1センチの縫い代で縦に縫います。この折り返したところは返し縫いをしておきます。反対側も底から6センチ折り返して1センチの縫い代で縫います。ポケットを作ります。短い方を横にして2センチ折ってアイロンをかけます。内側に折り込んでアイロンを当てます。さらに内側に折って三つ折りにします。ミシンをかけます。表側を内側にして13センチ折り上げて、両端を1センチの縫い代で縫います。両端にロックミシンかジグザグミシンをかけると綺麗に仕上がります。今回はちょっと面倒なので糸をさばく程度にしておきます。表に返します。
端にアイロンを当てます。このように開いて上から三つ折りの下あたりまで5ミリの縫い代で縫います。本体にポケットと紐を挟んで縫います。この端のところが縫い代が分厚くなっているので分厚い部分をカットしてすっきりさせます。上から3センチのところを横に5ミリ、ここを切り取ります。ポケットを半分に折って真ん中の印をつけます。この印とさっきつけた印が合うように合わせて真ん中を合わせて留めます。次に紐を挟みます。真ん中から10センチのところに印をつけます。真ん中から10センチのところに紐も挟んで留めます。ねじれないように気をつけて反対側にもこのように挟みます。このようにポケット側は挟みました。反対側も紐だけ挟みます。端ミシンを1周かけます。ポケットのある方から縫い始めます。この切ったところも三つ折りにして縫います。紐を折り上げて上端も1周縫います。紐のところは 3,4 回返し縫いをします。表に返して出来上がりです。